めっちゃ HP 回復飛んできて楽しいんだけど。1000ダメージ。なんじゃこれ。はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日はですね、アーカー社 HL に挑戦ということで、まあ本日のメンテでついに来てしまいました。プロトバハムート HL よりどうやら強いというアーカー社なんですけれども、まあ今回はかなりそんぐらい強いっていうことで、まあ舐めたプレイはできないなっていうふうに思ったんで、ある程度事前情報を仕入れた状態でちょっと初見でプレイしていきたいなというふうに思います。で、まあ今回のアーカー社なんだけど、まあ僕が見た限りでは、こっちの弱点属性の攻撃をしてくるらしい。うん。で、あと、運命の日時計みたいな、遊戯王の運命の日時計みたいに、その1ターンなのに3ターン進むみたいな。だ例えば、アルタイルで、ニアビを使ったら CT7 じゃないですか。7の状態で1ターン殴ると残り6になるはずが、5とか4とかになるらしいんですよ。ターンがすごい進んでいく。だからその3ターンバフ、このアルタイルの1アビを使って3ターンバフが1ターン殴ったらぶっ消えるかもしれない。みたいな感じで、その、ターンがめちゃくちゃ時が経過していくらしいですね。逆精神と時の変状態で、あと全属性ダメージカット無効らしいですね、うん、その単発ダメージは通るらしいんだけど、全属性ダメージ、ウーノの3ガビとかスパルタのファランクスとかは効かなくなるらしいんですよ。だからちょっとそれで僕はちょっと対応しつつ編成を組みました。それじゃあ行ってみましょう。レッツゴー。よし、来たぞアーカー社。何をしてくるんだろう。あ、これフィールド初期でついてますね。フィールド時空が歪み、バトルの経過ターンが1から3ターンずつ進む状態。こんな感じで、その相手がすごいそのターンを経過させてくるんですよね。だからカトルの1アビとかもすごい回せるんじゃないですか、そういう意味では。だから大体2、30万ぐらいか。でもそんなに初期ダメは高くないっすね。3000ダメぐらいなんだ。これで、あ、ちょっとダメ、あ、血雷、痛い。ターン3、あ、こういう風にやったら、ほら、カトルの1アビがもう1ターン回ってる。すごいっしょ。こんな感じで回るらしい。お、喪失をいきなり入れることに成功した。オッケーオッケー。で、240万。あ、どうなんだろう。もうここから、今、光属性ダメージだったよね。なんだろう。あれ、土属性ダメージをしてくると思ってたんだけど。こうやってルシフェル、こんな速攻でルシフェル飛んでくるっていう、もう光属性以外じゃありないけど、まあ、ルシフェルがもうボコボコ飛ばせるんですよ。まあ、リロ殴りありだったらもっと早いだろうね。潮の柱。結構痛い。あ、でもなんかダメか効いてるね。ダメかついてんじゃないの今。わかんないけど。あ、なんかバフついてる。アーカー社変化しましたね。全属性ダメかを無視してこういう、あ、ここからダメか、あ、なるほどね。どんどん、あれなんだ。どんどんダメかとかが効かなくなってくるんですね。うん。メギド、痛そう。72。8000ダメ。8000ダメ、えぐいな。これで、ただヒーロールが3ターンぐらいしか殴ってない。ヒーロールまた空いてるから。なんかこれ HP 回復みんなから飛んでくるからさ、楽しくない？なんかめっちゃ HP 回復飛んできて楽しいんだけど。1000ダメージ。なんじゃこれ。待てマウントがないとダメなの。マウント恐ろしい。ちょっと待て主人公生き返らせるわ。メタノイヤ、これで復活と。ちょっと待って、ちょっと即死は効いてないな。即死は効いてない。属性振幅、あ、これがおそらくだけど、キャラクターの弱点属性の攻撃を行ってくる。この状況だったら、土属性ダメージと火属性ダメージと闇属性ダメージを食らうみたいな感じかな、うん、これでダメを、あー、本当見事に綺麗に弱体ダメージを飛ばしてくるじゃねえろ。エンシェントフレア、あー、これ火属性ですね。エンシェントフレア、アーカー社 N のやつはこれめちゃくちゃ辛かったよね。痛え。主人公生き返れ。主人公が生き返って、これで蘇生しよう。これで蘇生させて、デバフを改めてかけて、で、敵が土属性攻撃をしてくるから、これは、ここでドライアドウィングを使えば、もう主人公はかなり生きるんじゃない？かなり HP 的に楽になるんじゃないですかね。そろそろ落ち始めましたね、他の人が。え、でも俺、リロなしでこの感じってことはさ、リロありだったらもっと、あれじゃない？ HP 的に厳しいんじゃない？これなんか舐めて書かれる相手じゃないな。カルマ、何時のカルマ救いがたし。お、あ、やっぱりドライアドウィング強いわこれ。え、これさ、2枚持っていかないといけなくない？バイブが。
バイブかハン2枚いないときつそうだな。メメントモス、バイブかハン2枚持ってればさ、一生土属性軽減入れられるから、水属性はかなりいい感じになってんじゃない。あ、やっぱ落ちてるわ。他の人どんどん落ち始めてる。錠剤、おお、いたた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 、あー、おおおおおおお、なんだなんだ、欲しいプレゼントは何かな。何をされたんだ。うわー、やば、これこれまだわかんないけどめちゃくちゃ強いな。フルリンと、で、それこ、そうそうそう、これ青箱が出るらしいんだけど、その青箱からあれが出るらしいんですよ。青箱からヒヒロカネとか出るらしいんですよね。ヒヒロカネとか至極の指輪とか出るらしいんで、回したいけど、後半やばいね。あそこぶっ飛ばしてあげるといいんですけどね。最後にテュポーンとかを使ってぶっ飛ばしてあげられると、みんなでぶっ飛ばして飛ばせると気持ちよく終われるのかなーっていう風に思ったりはしますけど。で、ドロップアイテム的に言うと、うつろなる鍵、これが新武器のやつですね。新武器のやつで銀ペンがもらえるんだ。あ、これそうなんですよ。俺ちょっと見てたんだけど、アーカー社の新武器に銀ペンを使うんだよね。うつろなる武器みたいな感じのやつに、その銀ペンとかを使うことになるんですよね。だから、まあ、エンジェルヘイローやんなきゃいけないのかなって思ってたけど、アーカー社で賄えるんだ。なかなか悪くないですね。ということで、アーカー社初見プレイでしたけど、よくわからなくやられましたね。ただ一つ言えるのは、舐めてかかれる相手じゃないね、これは。しっかり準備した方がいいよ、マジで。しっかり準備しないと、もう俺、これでもちょっと足りねえんじゃないかなって少しだけ思っちゃったんだけど、なんか他にいりそうですよね。マウントとか持った方がいいんかな。なんかみんな即死したからね。なんかブローディアで土属性とかの方がワンチャンいいかもしんないですね。なんかそんな感じでいろいろあるけど、装備とかはもうちょっと練った方がいいのかなーなんていう風に思ったり、ブルースフィアとかもあんまり意味なかったよね。幻影とかもあんまり意味なかったよね。感じだったから、水よりも土の方がいい気もしなくもないけど、まあ、そこら辺もちょっと見ていきたいなっていう風に思いました。皆さんの参考になれば幸いです。それじゃあ、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。